東口吉川美南駅は埼玉県吉川市美南2丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM192012 年3月17日に開業した報道1。隣の新三里駅と同様に旧武蔵野総社場跡地に立地する西岸駅の一つである。設置費用の分担は計画時外産では鉄道建設、 運輸施設整備支援機構が34億円、JR 東日本が抽選や分岐器など折り返し施設費を含めた29億円、吉川市が15億円となっている。なお、施行協定外参額では総額71億6800万円で、費用負担の内訳は、JR 東日本が28億800万円、吉川市が43億6000万円となっている。 吉川駅と新三里駅の中間点の吉川駅から約 1.6km 地点の中根猫線橋付近に設置されている。武蔵野線では越谷レイクタウン駅開業以来4年振りの新駅開業となった。折り返し機能を有する短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅で橋上駅舎を有する。 開業時の当駅での電車折り返しに関しては、輸送異常時と中山競馬が開催される際に運転される臨時列車のみであった。2015年3月14日のダイヤ改正より、平日ダイヤにて、西船橋行きの当駅始発が設定された。基本的に上り、列車が3番線、下り列車が1番線からの発着となるが、2012年3月改正の、 ダイヤでは上り降りとも1日2本のみ2番線を発着する定期列車が存在する。直営駅で管理駅として吉川駅、新三里駅、三里駅を管理する。指定席券売機、自動券売機、自動改札機設置駅。2019年度の1日平均乗車人員は5523人で、ある利用客数1。 武蔵野線では最も乗車人員が少ない駅であり、唯一1万人を下回っているが、駅周辺の開発により利用者数は増加傾向にある。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、 定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。西口ロータリー東口ロータリー西口は駅と線路に隣接する武蔵野総社場跡地地区で鉄道建設、運輸施設整備支援機構が土地区画整理事業を実施しており、街路整備や水道、電気、ガスなどのインフラ整備を行った上で道路や調整地などを除いた15.9ヘクタールを一括して、 売却する計画であり、2012年8月に入札が実施され、新聞1、新聞2、大和ハウス工業とイオンタウンのコンソーシアムが落札、新聞3、駅前の商業エリアを、イオンタウンが、吉川駅寄りの住宅エリアを、大和ハウスと住友不動産がそれぞれ担当する、形となっており、2013年11月30日に、イオンタウン、吉川美南の一部が、 開店、2017年9月20日には増床をオープン、四角店舗のイオン吉川南店を含む29の専門店が開業した。また、創車場跡地に隣接する美南地区については、都市再生機構によって土地区画整理事業が実施され、2011年3月に完治処分が行われて事業が完了している。調整地、公園、住宅の整備が進んでいる。 計画人口は9200人。2013年4月には、美南小学校が開校した。新聞1、新聞2、新聞4東口は、駅開業に合わせて、暫定的に、駅前広場、駐輪場、駐車場が整備されたものの、もともとが農業振興地域の田んぼであるため、開発が進んでいない。市では、国の許可を得て、 東口周辺63ヘクタールを市街各域へ編入し、街路整備と宅地開発を行いたい意向であり、2008年から埼玉県との協議を始めた新聞2、新聞4。2014年3月には、吉川市が土地区画整理事業の事業計画作成のためのプロポーザルを実施し、事業者として UR リンケージが選ばれ、報道3。 2014年度末で一旦計画案がまとまった。2015年3月に新たに市長に就任した中原恵ぐ人が単なる住宅開発の事業に終わらせず、町づくりの理念を改めて練り直すべきとして再度見直しを指示。2016年より10年程度かけて整備する計画となった。市役所内に2017年度、吉川南駅周辺地域整備課を新設。 まず2018年度にちづくりパートナー事業者を公募。2019年度には実際の立地企業を公募し、商業、業務ゾーンは2021年度、産業ゾーンは2022年度に土地を引き渡す。スケジュールを想定している。新聞後。東部バスセントラルと名東観光の2社により、以下の路線バスが乗り入れる。停留所名は、吉川南駅。 グローバル交通により運行されている。停留所名は、吉川南駅東口。東日本旅客鉄道武蔵野線新三里駅吉川南駅。吉川駅駐車区。編集出典。編集報道発表資料。編集新聞記事。編集。JR の1日平均利用客数。JR 東日本の2011年度以降の乗車人員。JR の統計データ。 埼玉県統計年間、ありがとうございます。